今の BM じゃない？あのジョーバンドのやつ。昼間やってたよね、夕方。そうだ、神奈川区って書いてある。今月10日、茨城県の常磐道で男性が、あ、これそうでしょ、これ。これ、ちょっと作っとく？動画、話しとく？いやー、 あれひどいよね。ね、まあたまたまの時間でしょ。いや、まあちょっと木更津行ってたんですけど、今日はもう分刻みだ、これ。あっち行ったりこっち行ったり、あの昼間の蒲田面白かったな、あの地雷。ほんでまあさ、これこの常磐道だっけ、あれちょっともう上級してるよね、あれ。じゃああれがさ、なんつうんだろう、言い方悪いけどさ、パンピーじゃないんだったら分かるよ、そのやられてる方も。あんなパンピーを相手にしてさ、ねえ、5発6発ぶん殴ってさ、でしかもだってあれ台車なんでしょ、なんかヤフーニュースに書いてあったよね。ねえ、なんか最初は3日間ぐらいの予定だったのに、なんかいろいろああだこうだってなんかいろいろ理由つけられてどんどん伸びてったんでしょ。すごいね。あれな、X5 だっけ ?X6?6 だと。あれはちょっとひどいね。で、しかもいろんなとこでやってんでしょ、あれ。あの、これだな、透明なやつと変わんねえじゃん。いや、まあさ、運転をしてればさ、ねえ、まあ、ムカつくことって当然あるわけじゃないですか。ね、この後ろの車がずっと今ハイビームで眩しいなんだ、これ RX ね、え眩しいとかさ、対向車で来た車が眩しいとかさ、全然 RX なんでもねえよ、これ。タントこれ何ね、色々あるわけじゃない。それにいちいちあんなさ、俺っからごとくブチ切れてさ、マジでぶん殴りに行ってさ、え、だってあれ高速上だよね。そうだよね、なんかぶん殴られちゃった子、あれかわいそうすぎるよね。ねえ、まあ、あれ80万ぐらい取れんじゃない。ねえ、もう向こうとしてはね、何が何でも自宅取んなきゃまずいでしょ。ねえ、まあ、初犯かどうかわかんないけど、まあいろいろあるわけじゃないですか。ねえ、だからってさ、あんなさ、しかも台車でしょ、言うならば、まあここですよ、この第三景品でさ、ねえ、あんな煽ってさ、要は蛇行切ってさ、おお、すげえな、けどねえ、いや、だってあんなテレビで大々的にいつもやってるわけじゃないですか、定期的に煽り運転でどうのこうのって。で、ましてあの透明の方だってさ、ねえ、ついこの間なわけじゃないですか、あれ。ねえ、いや、あれがさ、ねえ、もう20年ぐらい前ならまだわかるよ。ねえ、まあ、信じられないと思うけど、あんなのしょっちゅうあったじゃん。ねえ、高速で止めただね、一般道で止めた、ぶん殴られたら車ぶっ壊したらなんだってさ、昔はいっぱいあったじゃん。ねえ、だからってさ、今はもう違うわけじゃない。ねえ、あれなんか曲変わってたから。あれはもう一連中切れてんでしょ、台車で。
あれ BM 溜まったもんじゃないよね、あそこの水沢のね。ひどすぎやしませんかね、あれ。で、あれちょっとだって返しに来たのもだって代理人なんでしょ。だから代理人と、代理人の男性2人と、なんだっけ、あの女性1人って書いてあったよな。あの女はなんかとんでもねえな、あれな。バカなんだな、あれな。一緒に調子の通りで出てってな、携帯電話の動画撮ってな。で、全然話変わるけどさ、今日、この815ですよ、出席記念日。もう今日天気ひどいね。昼過ぎ蒲田やばかったよ。お前見えなかったもん、土砂降りで。ねえ、でだから怒ることはあるのは分かるよ。えだからそれにいちいちムカついてさ、あんなことやってたらキリないぜ。だってあれ要はこの半月で 3,4 箇所でやらかしてるってことでしょ。ぐらい出した動画あんじゃん。まああれじゃねえけどさ、まあなんかわかんねえ奴らがなんかピーピー吠えてんなと思うけど。この先高速道交通警察隊があります。これ女だって強盗未遂だろ。いや、なんで何を盗もう、何を強奪しようとしたんだこの女がよ。ほら、被害者を撮影していたガラケー女は被害者の車の後部座席のドアをこじ開けようとしているから強盗未遂でも捜査を進めた方が良い。何を言ってんだって話だよね。もうこれはキッズでしょ。いつでもどこでも相手できるキッズでしょこれ。うんね、強盗未遂の何を強盗しようとしたんだよこれ。ね、違うでしょ。まあこういうコメントがさいっぱい溢れてるけどね。まあこれはさておきさ、まあでも実際この女もバカだよね。あの当面の時の女だって止めてたんでしょあれ。この女一緒になってやっちゃってんじゃん。まあこれささっきも言ったけどさ、俺被害者の子、まあかわいそうだよね。いや何をしたんだか実は分かんないよ。まあ多分何もしてないんだろうけど、ただ前後の映像がないから分かんないじゃん。ああいうのって必ずその直前の直近の映像しか出ないじゃん。まあ、だからただ強いて言うんだったらば、いや被害者に落ち度はないよ当然ね、落ち度はない。ただ強いて言うんであれば、あれはやっぱだから追い越し走るべきじゃないよ。あれ一瞬しか映ってないけどさ、俺常磐道出したことないけど、あれは常磐道ってことでしょ、あの三車線。だからよくこういうことでしょ。こういうところであれ午前6時って書いてあったっけ。いくら朝とはいえ深夜といえさ、ねえ一番右をトロトロ走ってたら後ろから来た車はなんだこいつって当然なるわけじゃん。いやこれも何度も言っとかないとさ、もうキッズが分かんねえから、さ透明の動画でも来てたからそういう風に言っとかないと、いや被害者何も落ちてないでしょね。ただ強いて言えば気をつけるっていうことね。であればだから追い越しは走るべきじゃなかったよね。まあ追い越しは走るべきじゃないって、走っちゃいけねえんだからね。まあ別に重箱の隅つつくわけじゃないけど、まあ要はそれに激高したってことでしょあれは。あのこれだろ、透明のやつなんだっけ、サービスエリアだっけ、あれでなんか止め方が注意されてどうのこうのでしょ。ね、伊豆あれ多分、まああれも前後の動画わかんないからさね、あくまで憶測でしかものは言えないけど、でもそういうことでしょ。あの BM がさ、なんか同じ横浜ナンバーとしてなんかやだよね。ね、後ろから来てさ、ね、だからあの BM も追い越しを走ってたわけでしょ。んで、なんだこいつこの野郎ふざけやがってつって、お前追い越し車線お前ふざけやがってよつって、ね、そうなるわけじゃないですか。だからあのよくこの間透明のコメントでも来てたけど、世の中って広いんですよ。君の考えがね、全ての人の考えなわけじゃないんですよね。10人と色
ね、こんだけいるんだから運転してる人間がいろんな考えいるんだから、ほんのちょっとしたことで切れるやついるんだからね。え、俺もなんかいつだかさ、あの第三京浜のところさ、バイク乗っててさ、ね、本線が優先じゃん、ね、こうやって走ってて、なんか無理やり俺の前に入ってきてさ、俺バイクでこけそうになってさ、ね、その後なんか止まった時になんか言ってリチャモンつけられてきてさ、なんかお前こっちが優先なんだからてめえ止まれよなんて言われてさ、でそれで勘違いしてるやつもいっぱいいるんだからね、まあ、全てがね道交法みんな頭に入ってないのは分かるよ。たださ、その直進が優先とかさ、左方車優先とかさ、そんな最低限ぐらい分かるわけじゃない。追い越しは追い越しかけるときだけとかさ、あとこの間の当面もそうだけどさ、うん、俺のやつね、ね、大型はさね、交通機第一規制されてるとかさ、あるわけじゃない。そういうのも分かんないでコメントしてくれる人も当然いるんだからね。そういうやつがね、自分のね、その間違った知識で応戦してくるわけですよ。本当にこっちが正しいこと言っても向こうが逆にしてさ、間違ったことで応戦してくるんだから、もう話噛み合わねえじゃんね。そういうのいっぱいあるんだって、世の中理不尽なことね。いやいや、まあそれは私だって乗ってて怒りますよ。なんだこいつこの野郎って思うときあるけどさ、ねえ、こんなのちょっとね、なんかさ、ちょっとなんか、なんていうのかな、その 2,3 秒我慢すればいいんじゃねえのと思うよ。ねえ、まあ今日もひどいわけじゃない、その木更津行ったわけだけどさ、もう合流にしてもさ、なんでてめえら手前から入んだよっつって、もうジッパー合流知らねえのかいって、もうすげえイライラする前のも。ね、もうギリギリまで行って入るんだよ。そんな手前でさ、みんなちょこ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 、お前もぐらたたきみたいにポン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 出てくるからさ、どんどん詰まっちゃうんだ本線がね。でも奴らはそれが正しいと思ってやってるんだからね。もういろんなコメントでも溢れてるようにさ、やってると本人はそれが自分が正しいと思ってんだからね。いくらこっちが言ったって聞きやしませんよね。だからあれは、まあ、まあ落ち度じゃないよ、ほんと何度も言う、もう何度も言われたら分かんねえと思うから、こうやってキッズたちね。あれはこうやって追い越しを走ってなくて、こういう風に第一通行帯なり通を普通にこうやって法定速度内で走ってたら、まず絡まれることは絶対ないでしょ。もうこれで絡まれたらもう無理だよね。うん、いやもうどうぞ好きにしてくださいって感じだよね。うん、えって話じゃん。でこれでアルファード来てさ、俺宮城ナンバー来てさ、なんだあれ、ちきあれ工事か、いやいきなり前こうやって入ってこれて急ブレーキ踏まれたら、え、なんですかってなっちゃうよね。もうそれはしょうがないよね。もうそれはもう晴天の霹靂じゃないけどさ、うんって話ですよね。もうどうしようもない。それはもうしょうがない。もうそれはもう目つぶってもう諦めよう。うん、まあ応戦できるんだったら応戦すればいいけどさ、まあ、俺なんかそういうの大好きだからさ、なんだっけ、タバコのポイスとかでも来てたけどさ、世の中に危ないやついるから気をつけた方がいいですよ。いやそれ分かってるって、分かってるって。それじゃあ俺はああいうやつを見るとね、茶化してなんか串車に乗せてさ、なんとかこいつパクらせてやろうとか思っちゃうんだよね。あの新宿のエレスもそうだし、ドーベルマンもそうじゃん、ビーマンもそうじゃん。あいつらも結局バカだからさ、口じゃ勝てねえんだから、力でも勝てないわけじゃん。リーマンだってさ、返り討ちにされちゃってさ。まあただ、まあね、まあさっきも言ったけどね、君たちがその言ってる世界が全てじゃないんだよね。ほんといろんなことあるよ。これほんとふざけてんな。だからいや、おばちゃんとかもそうじゃん。え、何よこいつみたいな、あらやだみたいな感じで見てくる。いやいや、おめえが悪いんだぞってやつありますよね、いっぱいね。ほんとにだ、もうそんなのでいちいち怒ってたら切れねえからさ、ほんとにいっぱいあるよね、なんでこいつみたいな。まあほら、こうやって私台車乗ってたわけじゃないですか。もうあの台車乗るなんてもっとだよね。いやなんかもういつもより車間がなんか倍ぐらい近いもん、みんな後ろ。まあそう、ここね、ここでさ、こう来るわけじゃない。まあまあ今車来ねえけど、でもこう言っててさ、もう俺はもうギリギリだったんだよ。でバイク出て後ろ見たら当然見るわけじゃない、この合流してくる車って。
そうしたらさ、この辺で急に俺の前に割ってきやがってさ、なんでこいつ危ねえなと思って俺急ブレーキかけたんだよ。でその後さ、あそこの方でなんかいきなり前伏せて止めてきやがってさ、なんだこいつ。この先一般道、てめえこっちが優先なんだからてめえ止まれよなんて言われちゃってね。いや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 つって、で俺が言うんだ、いや お兄さんつって、悪いけど本線に合流する方が合流だからって、緊急車両以外は本線が走るのが優先だからって言っても当然向こうは聞かないんだよ。向こうはそれが信じ、あの正義、正義正しいって信じて言ってくんだもん。ちょっとそれお金払うんだよ。あの私、首都高以外 ETC 使わないんで。はい、すいません。はい、ご苦労様です。あ、レシデイです。はい、どうもご苦労様です。そう、もういくら言っても聞かねえな。そう、え、だからもう堂々巡りですよ、本当に。そんなのいっぱいあるじゃん、ね、だからさ、やっぱ車の走ってる頻度が違うわけじゃない。もう俺なんてもうほとんど毎日乗ってんだから。制限速度80キロ以下、ね、で田舎で乗ってるのと違うんだから、やっぱこっちの都内ってそんだけ交通量が多いんだからさ、交通量が多いってことはそんだけそういう奴らに遭遇する確率が高いってことなんだからね。いくらこっちが安全に走ってたってさ、ね、その常磐道の子みたいにさ、いきなり絡まるんだからね。シティモードに切り替わりました。でさ、ここでここのカーブのとか、今のワーゲンのブレーキ踏んでんじゃん、あそこら辺でいきなり俺の前塞いできやがってさ、俺も頭きて、なんだこいつこの野郎と思ってさね。でもうずっと堂々巡り、んでしばいでなんかそうやって自分で警察呼ぶからな。いやだから、いや警察呼ぶんなら呼べばいいじゃんっつって、いや俺言ったんで、だから警察呼ばなきゃ対処できないんだったら、それで余計なことしなきゃいいんじゃないっつって、この先で結局警察来てさ、でそういうまあことのあれを言うわけじゃない。んでまあ警察に言ってさ、でお前さんね、これどうなんですかって言ったら、当然警察官はさ、まあ分かってるから言うわけじゃない。それでいやお兄さんってね、こっちのお兄さん、バイクのお兄さんが言うように、高速道路ってのは走ってる方の本線が優先ですからね、そういう風に入っていくわけですよって、無理やり入っちゃいけませんよってね。だから道路交通の26条だっけでも決まってるわけじゃない、車線変更して入るときね、直進車の妨害しちゃいけない、急ブレーキが増しちゃいけないとかね、そういうの決まりがあるわけじゃないですかね。そういうのを言われて、やっとそいつ納得して帰ってったからね。うん、でもそれでも最後まで謝んなかったからね。ああ、そこで一言さ、いいじゃん、いやごめんごめん悪かった兄ちゃんっつって、俺勘違いしてたわっつって、ほんとごめんねって、危なかったねって言ってくれりゃいいのにさねえ、こっちは足はくじくしよ。そんなのいっぱいあるよ。だあの俺のハイエースもそうじゃん、ハイエース、キャラバンハイエースだよね、あのカンパチカンナナのあのイエローカットのところのやつね。えあいつだってさ、もうねえ自分で信じきっちゃってんじゃん。もう自分は結構前からウインカー出してたんですね。で俺はウインカー出してんだから、お前が止まって譲るやってっていう考えなわけじゃないですか。まあ別にね、あれ以後の行動はまあ賛否があるのは分かります。まあただ俺はこういう性格なんで、ああいうの見ると楽しくなっちゃうんですよね。からかってさ、茶化してさね、口車で乗せてやってさ、で結局たまにつパクられたわけでしょあれねえ面白いじゃんね。まあそこは賛否があるから、まあ私はね、うん、まあいいですけど、うん、まあただ本当に世の中ね、もう君たちがね、そのインターネットの世界だけでいるのと違うんだから、いろんな人間いるから。本当にそれこそこのリーマンもそうね、たかなか目が合っただけでてめえ何見てんだよってね、お前いつの中学生だって話じゃないですかね。いっぱいいるんだから、そういうので、そうすると必ずお前が悪いんだろうとかさ、いや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 、もうどっちでもいいんですけど、ここは、あ、これアウディかねえ、まあどっちでもいいんですけど、もう世の中ってね、もうこれだけ覚えておいてください。もうそういう人たち、もう君だけの世界がね、思ってること、常識が世の中の常識全てじゃないんですよ。あなたが思ってることはあなたの思ってることなんですよね。それをまるで自分がさも合ってるかのようにさ、まあインターネットだと言ってくるわけじゃないですかね。これもうタバコのポイ捨て、あのキャラバンのやつでもさあったけどさ、これもう日本人の特有じゃないですか、インターネットね。
いいことよりも悪いこと、重箱の隅をつついてどん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 言ってくるって。でどん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 論点がずれてくる。透明のもそうじゃん。俺の動画、大型は第一通行帯しか走れねえよ、追い越し車線走れねえよって話を言ってんのにさ、で荷物運んでんだからしょうがねえとかさ、90キロしか出ねえんだから国に言えやとかさ、どん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 バカだから論点ずれてくるんだよってね。えって私は思います。本当に一般道取締ポイントに注意してください。ただ今日はちょっと、うん、まあ真面目なお話ですかね。ええ、ね、世の中ほんといろんな人間いますね。まあまたこれを言うとさね、なんかまた武勇伝オッツとかの大国の動画じゃねえけど始まるけど、でもいろんな人間見てきてるから本当に、本当こいつ頭おかしいなとかさね、えお前喧嘩の場でいきなりさ、ね、アイスピック持ってきて刺すやつっているんだから本当にねえ、いっぱいいるんだからもうそういう変なやつ、そういうのいっぱいいるじゃん。じゃあね、仮面かぶって隠れてるんだからね、まあ、必ずそうじゃん。あれもなんかそのヤフーニュースを見てたけどさ、そのコメントでなんだっけ、ドラレコ、なんでこいつその殴られてる子ね、なんでこいつそもそも自分の方の動画撮ってんの、こいつわざと煽られ運転したんじゃねえよって書いてあったけどさ、あれ水が書いてあったけどさ、いやこれだとちゃんと右と後ろ見てますよ、注意してください、って書いてあったけどさ、いや普通に考えてわかんねえから、そういうドラレコなんだわ。あれはだから後ろ映すタイプでしょ、一緒にねえ、この要はそのルームミラーの裏側にぐらい横ぐらいにつけて、前を見ながら前を映しながらこの後ろも室内も全部映せるって、要はタクシータイプでしょ。もうそんなの考えりゃわかんじゃん、それをさ。だからそのいいことより悪いことじゃん、どん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 論点ずれてって、こいつひでえなと思ったの読んでて、さっき昼間こいつなんでそもそも動画自分の方撮ってんのってだから知らないんでしょ、だから多分車運転しない子なんでしょ、ドライブレコーダーっての知らないんでしょ。ね、俺のだってあのタバコのポイ捨てでもあったじゃん、バイクの。お前なんで動画撮りながら走ってんのっつって、お前携帯向けながら走ってんのか、そんなわけねえだろって。この先一般道警察署があります。ねえ、いやちょっと考えりゃ分かんじゃないですか。一般道取締ポイントに注意してください。本当に所轄系受信しました。ねえ、なんかだからさっきも言ったけど、だこれはもう日本特有なわけじゃない、ネット。後ろのお兄さんずっとこれ無糖化ですよ、それあ、これは珍しく今日撮って今日出そうかな。いやあれはちょっと上級意してるよね。てかさ、もうこんだけもうさ騒がれてんだから出頭すりゃいいじゃん、もう自主扱いで何年だからね、えもうそれの方がいいと思うけどね。なんだっけ、静岡県のやつだっけ、まあでもこれは憶測だけどね、えちょっとね、シラフじゃねえんじゃねえのってね、ちょっと食ってんじゃねえのと思っちゃうよね。だって普通の状態であんな切れれる、いやあれ普通じゃねえよ、殴り方も。軽く小突いてるぐらいのはまだ分かるまであるけどさ、まあ、分かるまであるって言い方やちょっとこの子に失礼かもしんないけどね、分かる。だからちょっと脅すぐらいでさ、胸ぐらつかんでてめえこの野郎って小突いてるぐらいだったら分かるよ。俺もう思いっきり腕伸ばしちゃってんじゃんね、え思いっきり腕伸びきってたよ、あれもう制限好きですよね、あれもう武道家の制限好きですよね、ハッサンのね。 あそこまでは切れられないでしょ、よほど何かしたかじゃない限り普通あんな切れないでしょねえ。うん、やっぱお盆だから空いてんな。横浜からこっちのガス橋まで25分ぐらいで着いたな。
見て笑っちゃうのが多いよね。あれだからビゲーム押収して何指紋採取していろいろやんのかね。でもあれさ、なんかそのヤフーニュースのコメに書いてあったけど、もっとその前になんか静岡とかなんか愛知だかなんかでやってんでしょ、ね、だから結局だからなんかトラックの運転手のやつとかあったじゃん。いやあれもおかしかったね。あ、全然話変わるけどさ、あのエマージンシーブレーキランプかっこいいよね。エマージンシーブレーキランプだっけ、あの点滅急ブレーキ踏むとつくやつ。あれ国産つかないよね。ちょっと来日します。うん、あれいいよね。あれがエマージェンシーブレーキのあのなんかキットもあるよね、後付けのやつね。まあいいよ、うん、もうつけますって。いやあれはかわいそすぎるって、うん、あれは絶対あの子は何もやってないから、うん、ねえ。しかしまああれは怖かっただろうね。あれはどうなのか、やっぱ道交法はいけないのかな。あの隣の透明のやつ、要はあれは透明で車を止めたことによって事故を起こしたっていうことで、なんだっけ、なんか危険運転なんとか違ったっけ、なんだっけに適用されたけど、でもあれは要は止めただけであって、なんか危険往来なんとか、うん、当てはまんのかな、よくわかんないけど、うん、まあでも強盗未遂はなんないと思いますよ。うん、一般道取締りポイントに注意してください。うん、あ、うん、やべ、ちょっとあらひどいね。あ、いや、これ蒲田で作るか、これ蒲田にのパソコンにもあったよ。まあ、そういうことです。一般道取締りポイントに注意してください。こんだけ堂々ね、堂々と出ちゃってんだからさ、この先、一般道、事故が発生。行った方がいいのよ、地元の警察署でもね。もう絶対逃げらんねえじゃん、だろう。あ、でもあれなんだよな、警察って面白いんだよな。これは俺の経験の話なんだけど、これはあれだ、そうああいうのって警察ね、行っても扱わねえんだよ。そうだ、そうなんか後で来てくれみたいなこと言われるんだよな。俺の知り合いでいたもん、それで人ぶっ飛ばしてさ、もう逮捕状出るまであとちょっとだった時に、まあ自分で出頭したんだけど、なんかとりあえず出なかった。でそこから1ヶ月後ぐらいに来たっつってたからね。そう結構こういうのと扱わねえんだよね。だからほら容疑が固まってねえじゃん。ねえ、いきなりさ行ってさ、いや俺がやりましたっつって言ったってさ、ね、警察もああそうですかってそれ鵜呑みできないからね。ね、誤認逮捕になるからね。まあ誤認逮捕ってわけではないだろうけどね、全く関係ないわけじゃないからね。一般道取締りポイント、まあそういうことですかね。本当に、うん、あれはひどいと思う、うん、普通じゃないね。ただまあ、うん、これだけ言っとくよ、うん、その本当に何も悪くなくたってそういう風になることあるんだからね。だからそういうなんかネットでさ、なんか今回のその常磐道のやつに対してもそうだけど、なんか何の根拠で言ってんだか分かんないんだけど、そういうのって言うのってやめらんねえのかなって思っちゃうんだよね。ね、うん、うん。
お前そういうことなんだよね。え、うん、まあ触らぬ神にたたりなしとよく言ったもんだよね。この先一般道その他待ち伏せエリアに注意してください。まあそういうことなんだよね。え、お盆もあと2日かね。安全運転で行きましょう。じゃあお疲れ様です。